ニコ生さん聞いてるからなんかずっと無言だった。このアイロン、はい、アイロンは、あ、皆さんこんばんは。これを、へ、サロニアのアイロン使ってます。使いやすいし安いし全然あんま壊れない、コスパがいい。そう、ニコ生さん、私ベートーベンさん大好きで MC。はい、さあ今日ね、もう始まってるんですけど、ニコ生さんの配信があるので、そう、メイクをねしてるんです。そう、そうで、なんかちょっとこれ聞いてたらなんか喋らないことになっちゃう。はい、メイクをなんかちょっと紹介しながら7時過ぎぐらいまで配信します。今日はね、髪をね巻きたいんですけど巻けれん自分で。8時半から出ますから見てくださいね。
無音で肉まん見てます。私もう音でこうやって聞いてる。これいいですね。楽しみ。ニコ生さん、めちゃくちゃ目返しをしようと思って、メーカー人っていうかこれ使ってるよ的なやつやろうと思ったけど、なんか質問に答える感じしようかな。規制が、かわいい。これからの季節どのマスクをおすすめですか？マスクはほんまにピッタがいいと思います。通気性が良くて、なんかメイクも崩れない、ドロドロに汗ばまないと思いますね。ST のマスクでもつけたことない。でもいいらしいね。てかまずデザインが良くて何にでも合うから、まあ ST のマスクおすすめですと言ってきますね一応はい、ピッタもどきもいいよね。レンタルじゃん。あ、そうなんですね。ピッタって目が曇らないと。何してますか皆さん。前髪も増やしたい。そう、なんかメイクの聞きたいことがあったら
言いますって感じの配信です。でも8時半ぐらいからなんで、その7時半ぐらいには準備しておきたいな。これです。ニコ生さん見てるんですけど、面白い。コメントの仕方わからん。あ、子供の、あ、外ですね。あ、子供の声聞こえます？赤ちゃんの声。シート選手権、イエーイ。ニコ生さんの配信はそう、この場所でやるか。でもなんかパジャマのやつがあるんだったら、あのパジャマ全身見せるっていうか方が良くないですか。まあ一回ここでしようかなと 思ってるんだけど、どうしようかな。あ、これの子はね、後でどっか行ってもらって。
始まりました。ありがとうセルジュルタンスさん、かわいいマジッポさん、アジセ、またのだ。トマトが今日のメイクのポイント、今日はね、なんだ、涙袋かな、パンツパジャマ、パおう、歯ブラえ、すごい面白い、これめっちゃ面白くない、この企画。前髪長いね、髪切ろう。電源切れた。なんかさ、アドバイスして家の中でしりとり、だから何、周りにさいっぱいさ物をさ置いとけばいいの、なんかあーだったらこれ行こうとか、あ全部持って行っとけばいいか、あーのものと、いいのものとか、うーのものとか、はーとか、そうしとけば楽じゃないですか。うん、そしたらパッってきたらパン、あパンダメか、音がつくとか、
なんかいっぱい考えてできそう。そうめっちゃいいねそれ。ここにあるみたいな。最後うんついたらダメなんだね。そう30秒って意外と短いんですよ。あ自分ってなってからなんかみたいななってから、とか探し始めるみたいな。そうテーブルとちょっと周りに物をいっぱい置いときますね。そうするわ。うん言うても、え結構散らかってますね。散らかってるけど、なんかほんと食器とかやっとこうかな。食器だったらお皿、食器、スプーン、フォークとかできるし。あ、そうか、スプーンダメか。こういうさことをしそうです私。スプーンとかマジで本気でやろうねってマイカーに言ったから。スプーンはダメ。確かに落ち着いてやりますね。でもなんかマイカーの LINE のグループがあるんですけど、そのグループで本気でやってねって言ったから、めっちゃ楽しみ。本気とかスズメとかカラスとか無理やん。カラス捕まえて行ってみて。仲間がアドバイスしてもいいのかな。3万円欲しいもん。だってみんなでお食事できるってことでしょ。そうカキとかカープとかあるもん。めっちゃ続けるからね本当に。本心っていうか。今から髪を切ります。マイカー強そう。どうだろうね。でもこればっかりはね、協力っていうかもうその人の家に物があるかないかみたいなの問題になってくるんで。え、マイカーでご飯行きたいな早く。パスも使えますね。何回使えるかな。ほんまに頑張ろう。結構これ意外とね、一つのユニットので時間がないので、意外と時間ないから、みんな見逃さずに見ておいてくださいね。パス一回で、あ、パス一回使えるんだね。頑張って勝ちます。一体誰のためI'm
頑張ります。ちょっと前髪切ろう。応援しててくださいね。てかこの前美容院に行ったんですよ、めちゃくちゃ久しぶりに。その時にねちょっと整えてもらったんですけど、ありがとうございます、応援してくださいそう見ててね。セットした後にさ前髪切るのってさ、もうこういう髪になるよっていう想定で切れるっていういい点もあるけど、短くなりすぎん。え、切った髪とかいいの？なんか赤いなんとかとかいいんですか？例えば青い皿とかダメなのかな。でも切った髪っていいよね別に。でもって何？あ、そういうことか。なんとかのなんとかはダメってことか。なるほどね。じゃあ切った髪ってダメなのかな。髪ならいいってこと。まあ確かにね、切った髪よかったらさ何でもいい。なんか黒い髪とかもいけるやん。前髪だったらいいんですかね。だってほんと前髪だ。自分を使うのっていいんですかね。トマト、切ったトマトあるけどね今。切ったトマト食べよう。もう髪を切っています。実際にそうね、スリッパとかね、スーツとか。スーツないけど確かに。なんか面白かったよね、無理やりでも行けたらいいって言ってくれるかもしれない、ワンちゃんっていうのも含めて。なんかいろんなのを準備しとく、用意しとく。これってさすぐ出てくるかっていうの問題じゃない。でも家のものにあるっちゃあるんだよ多分本当に。すぐ30秒以内に出てくるかどうか。カルアミルクとか出しちゃダメか。アイロン、アイロンダメだね。逆に「ん」がつくものを出しちゃダメなものも頭に入れとかなきゃ。ワインもダメ、ワインはいろんな意味でダメ。あ、クッション、あ、クッションやばいね。うん、気をつける。ビールとかもダメだよね。普通にダメだよね、それはコンプラ的な話。ユミコとかなんかジュースとか言って出してきそう怒られる、こんなこと言ったら本当に。あ、ペンね、ペンダメね、ペン気をつけよう。
パンもダメよね。うわ、ちょっとなんか短くなってしまった。横のね、ちょろぎね、ちょっとこっちかけてるんですよ、伸びたから。フライパン、そうね、でもフライパンでも大丈夫な気がする。でも薄くなったよね、なんか。向かっているのかわかんない。エアコンとかダメだね。フライパン持ってるよ。フライパン使うよ、普通に。もう全部フライパンとかでやる。なんか新年さんのためにフライパン作るもん。リモコンね。あ、リモコンもダメね。オッケー、ありがとう。あと何があるかな、近くにある。ティッシュ、ランプ、 CD、 手紙、財布とか、そういう系。ヘアアイロンもダメね。牛乳とか。どう？前髪。なんか幼くなって嫌なんだけど。ちょっと開ければいいか。本当？みんなパッツンが好きなんよね。触覚ちょっと伸びてきましたね。無事。なんかみんなに今2000何人に前髪切ったの見られたんだと思って、なんか恥ずかしくて顔が赤くなった。一瞬髪短いのを今想像したんだけど、どう？どう？カって顔とか、どうなんじゃ、顔みたいな。カはもう飛んでる顔を捕まえて、カみたいな。ってやるしかない。どう？ボブ。かわいい気がした。スクショ。半目でやめてよ。ダメなんですね。え、どこ、みんな調べてくれてるの？ルール。ありがとう。私も多分なんかルールみたいな来てると思うんだけど。ちゃんと読んで。ボブには本当ですか？ロング。
や本当になんか思いっきり反動でき、本当それこそね切っちゃいそう。あ手とか身とか、身じゃない目とかダメなんだね。感じ。たーとかちーとかつーとかてーとかもね。ミディアムはこんな感じ。耳はいいんだ、こうやって耳みたいな感じ。こう？ミディアム。こんな感じ、まあ、いつものって感じ。ボブってどうやってやるんだろう。お気に入りのコスメ、これお気に入りの、もうこれめっちゃ反射するクリオのハイライトなんですけど、めっちゃおすすめです。あ、 YouTuber やんこれ。はい、こちらクリオプリズムエアハイライター01番、これめっちゃいいで、めっちゃいい、めっちゃいいって何、めっちゃいいファンデーションをゲットして、あこれめっちゃ見えるね。めっちゃいいファンデーションをゲットして、まあ、何回か使ってみたんですよね。そしたら良かったです。紹介します。今使ってるけど、まあわかんないね、あんまり。これはフリオのハイライト、ここに、こことか、まあちょっとここにやる、ここにもやってますね。ヘラの、ヘラっていうあのコスメのファンデーションのファンデーションですね。これもちょっと鏡になってるんですけど、いやお高そう、そう結構高級感のあるパッケージだけど、そんなにめちゃくちゃ高いわけではないと思いますね。全然いい匂い。これも韓国コスメなのかな。まあ今ショールームの美肌効果があのがっつり頑張ってくれてるので、これがこうなったってあんま伝わらないかもしれないですけど、ベタつかなくて、ま、セミマットみたいな感じでいいです。なんだろうな、下地はね使いますよ。下地はでも今日はリモートなので、外に出たり動かないから、あの崩れないようなメイクはしてないんですけど、ライブの時はもうがっつりファンデーションがいかに崩れないかっていう、そう汗かく時とかのライブ用とか、外ロケもう夏とかっていういう時のメイクはやっぱり崩れにくいものを使いますね。ね、うん、もうめっちゃ、まずこのポール&ジョーのモイスチュアライジングファンデーションプライマーっていう時のを顔にまあ薄くやって、あんまここ鼻とかには、これ何、モイスチャーだから潤うやつだから、鼻とかテカりやすいとこにあんま塗らないようにこれをやりますってやって、その次何するっけ、あでももうこれ、この下地を使ってます。何でもいいんですけど、セザンヌのこのカラーコントローラーっていう、あのなんか肌の色をこう何トーンアップさせたり、くすみを飛ばしたり、赤みとかをなくしたりするやつで、私は結構別にどこのでもいいんですけど、緑系の赤みが、そう小鼻とか結構ね、 何顔っていうの、赤み顔、リンゴ顔、なんていうの、赤み系なんですよ。そう木なんかこうくすみ系とかいろいろあるんですけど、じゃ赤い顔なので赤くなっちゃうので、この
出した時にも分かると、これ緑なんですよね。この緑のをしっかり塗ります。そしたら結構赤み消えますよ。そしたら白くもなるし、顔。その後にセザンヌのこの皮脂テカリ防止下地を、そう、我らのね味方、こことか、まあ、おでことか、私ここにも塗りますね、かかとかを塗って、で崩れにくくする。でまあコンシーラーポンポンポンってやって、気になるとこに。であんまり、あの、そう、これいいですよ。あんまりパウダーとかバババババってやったらかえって崩れの原因になるので、しかも私ツヤ肌が好きなので、あんまりパウダーはしませんね。でもめっちゃ神なパウダーがあって、エチュードハウスのフィックスフィックスパウダーフィクサーっていう、このパウダーをおでこをこの前髪にやるとサラサラになって、なんかベタつかなくてずっとサラサラ前髪が続く。そう、だからこれはめっちゃ重要ですかね。いつもめっちゃ使ってる、これはもうずっとおすすめの、このインスーリーのなんとかパクトっていう、ノーセラムミネラルパクトっていう、こういうのを、まあポン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 とかやって、あんまりツヤ肌にしたのに、なんかパウダーを全顔面全部にやるとあれになる。あのマット肌、すぐ化粧してますみたいになるので、っていう感じですかね。だからでも日によって本当に違う。今日みたいなリモートの感じ、家でやれるとかだったら全然違うもの使ってたりするし、うんね、本当にね、わからないかもしれないですけど結構違うんですよ。ですっていう感じ。でもほんとガッチガチにメイクを綺麗なままキープしたいよって時は、この、まあ、これじゃなくてもいいんだと思うけど、メイクキープミストっていうのがあって、こういう、こういうね、あのメイク終わった後、まあ前髪とかね、こうやって上げてるじゃないですか。キープミストいいですよ。なんか結構ね、サッて塗れていい感じ。これをね塗って、まあ、でもちょっと気休め的なあれもあると思うけど、するとメイクがまあキープされますね。これはコーセーのやつ、こういうやつ、アビニック、香水とかもね、基本アビニック、香水はもうつけんけど、こうやってつけたりしますね。うん、一日中効果がある。まあそうね、全く崩れませんよっていうことはないかもしれないけど、何もしないよりは全然メイクの持ちがいい感じがしますね。で今日はなんかチーク、あのリップがオレンジ系なので、それに合わせてチークもね、これにセザンヌのナチュラルチーク N04 番っていう、この色めっちゃいいですよ。なんか朱色みたいな、
オレンジって感じじゃないけど、ブラウンオレンジみたいな感じのオレンジに、なんかこういうのなんかいつもと違う。本当チークエチュードハート可愛い。これなんか宇宙みたいな。ここにね、このパフが住みついてる。これをまあやります。